きです。まいです。今日は、はい、あの事前に夫婦についてとか私たちのこととか結婚についてとか、うん、いろいろなことの質問を、はい、あの募集させてもらってたんですけど、はい、少しずつできる限り答えていきたいなって思います。質問コーナーゴー。いろいろ本当にあんまりこういうのあんまやってないじゃん。やってない。ウェディングについてとかでやったことあったけど、こう夫婦についてみたいな感じで、うん、ざっくりだったけど聞いていないかなって思ってたんだけど、結構来てくださって、しかもいろんなジャンルのね、うんうんうん、ありがとうございます。なのでジョンジョンとジョンジョンどんどんと答えていきたいなって思います。いっぱい答えたいから、ね、ポンポンポンって私たちの意見でこうちょっとボンボンって言っていこうか。そうだね、あくまでも。はい、じゃあいきます。1問目、あ、1問目じゃない1問目どうやって飲もう飲んで、ひとまずじゃあ飲もう。1つ目、手をつないで歩くのってどう思いますか。どう思いますか。うちらは普通に手つなぐよね、うん、友達とか家族とか一緒にいるときに手つなぐとかはないけど、腕を組んだりとかはたまにするかな。けど普通に2人でどっか行ったりとかするときとかはイチャついてるとかそういうなんかもう普通につないでる感じだよね。なので別につないでる方とかを見ても何も思わないし、むしろなんか私たちも繋いじゃってる人ですみたいな感じだね。次、夫婦で大切にしていることはありますか。これね、何個か来てました。はい、大切にしてることは、まあ、前も多分一緒だけど思いやりでしょ、うん、またありがとうごめんねをちゃんと言う、うんうん、溜め込まないみたいな、思ったらすぐ言うみたいな、隠し事をしない、はい、と嘘をつかない。大切にしてることっていうよりかはルール、ルールか、思いやりがベースにある中のあれだよね、うんうん、そうだね。ありがとうごめんねも結局思いやりみたいなところあるじゃん。うんうんうん、うん、そうだね、全部つながってるよね。例えばその嘘ついたりとかしたら悲しんじゃうよねって相手が、だから人のことを思いやったら嫌な気持ちにさせるようなことはしたくないよねっていうのがこう思いやりと紐づいてて、隠し事もそのそ、ね、変な感じで伝えたくないんだったらやっぱ全部ちゃんと伝えたら嫌な思いしないから伝えようねっていうのも思いやりみたいな感じなので、もうすごい括りで一番のテーマは思いやりだよね。だからそうだね、うんうん、メインテーマです。次なれそめを教えてほしいです。これもいくつかありました。これはあの私たちの YouTube でうちらのなれそめを絵本にしたんだよね、結婚式のオープニングムービーで。そうそうそう、それをね YouTube に上げたりもしてるんで、はい、ざっくりはあの感じだよね。そうだね。あともう一個お店で喋ってるやつとか、あ、そうだね、なんか出会った場所で話してますみたいなのもあるので、ちょっとそれも見てもらえたらなっていうふうに思います。あと多かったのを最初バンって言うね、うん、次、喧嘩をすることはありますか。ほう、その中の解決法も教えてほしいです。ほうほうほう、喧嘩することはありますか。喧嘩、お互いにガンみたいなのはあんまないよね。うん、超レア。基本はどっちかがこうなんかそれは嫌だったみたいなこと言って、うん、ごめんみたいな。喧嘩することはあります。まあでも少ない方な気はする。うん、その喧嘩をするっていう喧嘩の仕方がこういうの嫌だったよ、こういうの嫌だったよっていうことで言い合いみたいな感じになることがあるけど、うん、長期でっていうことはないかも。なんか無視するとかね、うん、空気が悪くなって怒ってんじゃんとかそういうことはないね、うん、単発的にというかお互い思ってることあるんじゃないかなとかっていう長期戦になった喧嘩は一度もしたことないね。だからそれがもはやあれなんじゃない、仲直りの秘訣でさ、うちらその日のうちに終わらせるみたいなのがあるじゃん。うん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 、そうだね、絶対仲直りをしたらハグをするっていうのも決めてるね、うん、喧嘩終わった後とかってさ、結局ちょっとまだモヤモヤする気持ちの余韻みたいなのがあったりするじゃん。あんの、それをなくすためのハグでもあるのかなって思う。そうだね、一回気持ちが落ち着くかなって、人の肌に触れることで、うん、握手でもいいと思う。そうだ、うん、高まってた感情をで落ち着かせられるから、私たちの解決法としては一番それが今なんか落ち着いてるよね。あれちょっと笑いんだよね、うん、なんかあんな喧嘩みたいなしてたらなんかハグしてる急になんかウケんなみたいな、ごめんねみたいなやってていいよもうしないでねみたいな、いつもこの流れだね、笑っちゃう。そうだね、が多いですね、はい、という感じです。次、まいちゃんの得意料理は何ですか。何ですか、自分で得意っていうのある、なんか言ってみじゃん。何？分かんないな。目分量で作れるなって思うのは肉じゃがとか、インゲンと豚肉、からし醤油とか、あ、最近はあれが
うまくいく確率が多い。セルビアのさ、テヤマさんの番組に出させてもらった時に教えてもらった肉団子、肉団子のやつとかも最近はレシピとかも見ないで作れるようになったなって思うけど、それが果たしてうまいと思われてるのかっていう話。思います、ね、から得意料理って思ってるもの、得意料理ってか好きなものは何ですか？結局インゲンと豚肉の辛子醤油和えは最強感はある。え、なんかつまらないな。なんかだってそれって超簡単なんだもん。違う違う、でもあれはやっぱりでもね、前にしか出せない味なんだよ、きっと。かな。だし巻きも美味しいよね、前ね。うん、嬉しい。肉じゃがも美味しいと思ったことない。肉じゃが最近さ、食べてなくない？食べてるよ。最近食べてないよ、絶対。あんまり食べてない。けど肉じゃがは？肉じゃがも好き。でもインゲンって言わせてるみたいだよね。インゲンと豚肉が強すぎて。本当？はい、じゃあインゲンと豚肉からしようらしいです。答えは？はい。次、旦那さんにイライラした時の対処法は？なんかこういうの結構あった。ああ、これはね、お風呂場で坊主にされるっていう熱しないだろところだよね。結構たまにカツラなんだよね。な、坊主かな。やってないやんけ。イライラした時の対処法、なんか勇気にイライラをするってことっていう感じではないかも。嫌なことがあってイライラする。直接だから伝えるよね、もう普通に。うん、ね、やだその言い方とか、なんでそういう言い方するのとか、ゆうきの怒ってるよとか言うよね。こういうのが嫌だったからこういう風に態度してましたとか言うね。ここまで平凡な平和な言い方ではないです。そうだね。その時はイライラした時にうざって思って溜め込まないかも、絶対。普通に話し合って解決とかだよね、うん、なんか一人でカラオケ行って発散とかではないよね。ないね。女子とかでこう集まるとさ、旦那の愚痴とかあったりとかすると思うんだけど、もちろんなんか面白いエピソードとかがあったら話しちゃう時とかもあるけど、うん、まあなんかもう勇気が不満でとか、そういうことはもしあったら直接言ってるからモヤモヤとかはないかも。俺が知らない嫌なことみたいなことって思うんです。うんうんうん、言うですね、対処法としては。イライラしたらちゃんと話し合う。うん、伝える、うんですね。うん、次、1年半付き合ってた彼と約1年前に破局し、この1年曖昧な関係が続いています、はい、この期間何度もさよならをしようと思ってきたのですが諦めきれず9月ハワイ旅行に行くことに決めました。そこで相手の気持ちを振り向かせる行動やそれまでアタック方法等あれば教えてほしいです。この1年もいろいろと国内旅行は行ってますって。ハワイに行く前に、うん、曖昧な関係ってことは付き合ってはないってことだよね、今はね。けど過去に1年半付き合ってた彼、私は曖昧な関係は嫌だから、多分旅行にも行けないのね、曖昧な関係だったら。そもそもね。うん、だから絶対言うの。例えば相手が旅行行こうよって言ったら、え、待って、旅行行く前にうちら付き合ってないんだから、付き合うのか付き合わないのかはっきりしてから旅行行こうよみたいな、うん、お互いがどう思ってるかを確認してから私は行くのね、うん、で、まあでもそれはいろんなタイプだったりいろんな人がいると思うんだけど、うん、まあ、コメントくれた方は好きなわけじゃん、うん、諦めきれずって、はい、で、すごい好きなんだったら逆に私はハワイって結構遠いよ、お金もかかるしね、お金もかかるし、でも彼と行きたいっていうのが一番の目的で、仮に彼が好きじゃなくても私は彼とこの楽しい関係をやりたいんだっていうのがあるんだったら、もうすごく矛盾してるんだけど気持ちを伝えないで行くのも別にありだとは思う。それでいいならね。そう、それも好きだから、彼がどう思ってるかとかもわからないまま行きたいっていうのもあるかもしれないじゃん、恋心として、うん、それはあるかなって思うんだけど、彼もどういう好きかはわからないけどで楽しいとかそう思ってるからハワイとか一緒に行こうって言うと思うんだよね。だから気持ちを振り向かせる行動とかアタックっていうのはすごく難しいなと思うわけよ。相手に対して聞くっていうのはありかなって思う、ハワイに行く前に、うん、そっちかだなと思う。気持ちを振り向かせるっていうところが目的なんだったら、答えを知りたいか知らないままハワイに行きたいかのどっちかじゃん、うん、で、答えを知らないまま楽しむ方法もあると思うの。振り向かせる、振り向かせないとかではなくって、どっちかっていうと聞く聞かないな気がする。それによって彼と楽しい旅行になるかっていうのはより変わってくると思う。だって彼も本当は実は好きなんだよねって言い出せないけど、ちょっと自分では言えないなって、その質問者の方が僕のこと好きじゃないんじゃないかなって思ってるかもしれないじゃん。お互いの同じこと思ってる可能性もあるよね。そう、だからちゃんと確認してから言ったらよりいいんじゃないかなって思います。確かに。次、
スキピにどうやってアピールしたらいいですか？どうですか？スキピ。スキピ。スキピにどうやってアピールする？アピール？ガツガツはいかないけど、そんなにね、もうすごい本当にこう好きでハッシュみたいな感じではいかないけど、向こうが誘ってきてくれたら自分も好きだよっていう風なのを見せるために自分から誘ったりとか、うん、ちょっと小出しするかも、言葉とかでもっといっぱい知りたいなとか、はいはいはい、え、好きじゃなかったらこういうこと言わないよねっていうようなことをちょっと言うようにするかな、うんうん、え、また飲もうすぐとか、すぐとか、ちょっとなんか、あ、すぐ、すぐ行きたいんだみたいな、そういうのでちょっと小出しにするアピールするかも。ああ、なるほど。してた。俺、あれだわ、じゃあそれで言ったらスキピにアピールでしょ、うん、でちょっと追っかける、まず、うんうんうん、で、ちょっとこう、ね、好きだよ、好きだよ、雰囲気を伝えつつ、うん、気に入ってるよ、気に入ってるよっていうか、いいよってそう、うん、で、相手が気づいたなぐらいで、うん、急にその連絡をちょっと取らなくしてみたりとか。そうだ、だってすごい来てたよ。で、ちょっと引く、別になんか、そう普通だよみたいなテンションにして、あっちにこう、ちょっと寂しい気持ちを全然、めちゃマメだったなと思いますよ私は。でもそうしてたつもりなんでしょ。そうそうそう、追っかけさせるっていうつもりだったんでしょ。だって付き合った時になんか俺は引いてたんだよね、すごいってすごい言われたんだけど。引いてあれってことだからね。大丈夫。じゃあだから例えばさ、追いラインとかはしないと。追いライン来てたよ、私が寝て帰っ、あ、寝てたら、あ、違う違う、朝起きたらなんか、そう、俺ウイスキーのロックこれに今日も飲んでるよとか言って追いやりに何年言ってたよ。追いラインじゃなくて、その返信来なかったとしても、はい、追っかける。異例です、異例です。この人はやってません。次、お財布事情。うちらお財布は一緒ではないから、払うものによって分けてるみたいな。家賃は例えば誰が払うとか、うん、生活費はじゃあ二人で一緒に出そうとか、うんうんうん、どっかご飯食べ行ったらどうしようとか、うん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 、家具買うならじゃあ二人で貯金してるところから出そうとか、うんうん、二人で毎月お金を貯めてんだよね、いくらとか。そうだね。だからなんかそういう二人のこと、物を買うみたいな時はそこから出すし、うん、でも基本的には別々だよね。そうだね、知ってるって感じ、お互いの残高知ってる、残高とかは全然知ってるそうだね。次、久しぶりに好きな人ができたけど彼が彼女がいる、諦めたくないから別れるのを待つしかない。難しい。私は待つしかないんじゃないかなって思う待つっていうよりか私は諦めるね。あ、もう私だったらね、あ、うん、いるんだと思ったら、あ、幸せにってなる。うん、それでもすごい好きだなってずっと心にどこかにずっとあって、いつか彼がフリーになったよとかなんかの拍子にそういう話が来たら、え、ちょっと頑張ってみようかなって思うぐらいかな、うん、基本的には私はありがとうございましたってなるタイプ。うん、俺もそうかな。好きな人に彼氏とかがいたらってことでしょ。いつかもしのなんかの縁で回ってきたりもするから、うん、もし、うんうんうん、運命の人だったらね。そうそうそう、私もそうかな。でも諦めたくないっていうのがあったら待つっていう手段しかないのかなって、まあ、そうだね、思います。次、お互いの好きなところ。はい、じゃあ私から。優しいところ。おお、ありがとうございます。はい、俺は純粋なところ。何ですかこの言い方はい、次いきます。毎日一緒に寝室に行く、バラバラ、すごいなんか面白い生活感絶対一緒に行くねてかなんか一緒に行くっていうか寝るタイミングは一緒、うん、だいたい私が先にもう準備しとく、寝る、うん、先に寝てるねってことはほぼないね。ないね。まあ家が狭いっていうのもあるのかもしれないけど、寝ようってなって二人で同じタイミングで寝る。ベッドに入るのは私の方が先。そうだね、なんか、うん、で理由あるよ。あ、準備しとかないと俺が寝ちゃうから、寝るのが早いから、勇気の方が、うん、だからもうベッドにこう入ってちょっとこう、自分の方が先に睡眠をこう始めとかないと本当に早いから、だから早く私は入るようにしてます。結果追い上げんだけどね、俺が。そうなんですよ。次、今の彼との結婚を悩んでいます。マイマイたちの結婚の決め手を知りたいです。付き合う前から結婚しようと思って付き合ってたから、決め手、悩むみたいなことがなかった。理想の人だったからいや、こういう人と付き合って結婚したいなってこうふわって思ってるものがぴったりパツンってハマったから、うん、え、もう結婚しかないじゃんみたいな感じだった。恥ずかしい、照れちゃって。違う違う、それはなんか直接なんていうの、決めてって。まあでも私もそうかも、初めて会った感じがしなかった。年としては今私たち出会って3年とかしかぐらいしか経ってないけど、本当にもうなんか10年
20年ぐらいいるみたいな、あれ兄弟みたいなぐらいスッて自分の体に入ってった、なんかその空気が、うん、だからあ、結婚すんだなって思ったね。自分だってね、結婚がすぐ出てきたね。次、倦怠期とかありましたか？基本はないよね。ない、倦怠期っていうのはないです。倦怠期ではないんだけど、ここ引っ越してきた時ぐらいだよね。そうだね、引っ越してきてたかったね。ここのマンションに引っ越してきたぐらいの時に、結構揉め事というか言い合いっていうのかなが結構多い時期があって、なんか喧嘩多くないみたいな、ね、そう、なんで最近私たち喧嘩多いの嫌だみたいなっていう時期があったんだよね。なんかね、私たちが出会った時ぐらいに、ちょっと経ったぐらいかな、花束みたいな恋をしたっていう映画をお姉ちゃん夫婦と一緒に行ったんだけど、その物語がさ、幸せ時期とこういろいろなストーリーがあるんだけど、このハッピー時期が本当にまさしく私たちと似てたんだよね、うん、仲いい感じもそうだし、本当にこう友達みたいで私たちみたいって思ったんだよね、自分たちも見てて。で、だけどその物語の結末がすごくちょっと寂しいわけよ。終わっちゃう、別れるみたいなね感じもあったりするから、すいませんネタバレ。こうはならないようにしようねって付き合ってる時に言ってたんだよね。しかもさ、ダメになってき方がリアルなんだよね。そうそうそう、だったからこうなりたくないってすごい思って、今私たちに今すごい似てるけど、もし何かあった時はこの映画を見て戻そうねみたいな、反面教師的な感じで、ね、みたいな感じで戻そうねって話をしてたので、ちょっと揉め事が増えてるとかする時はその映画見るよって見るようにしてるよね。そうだね、うん、っていう感じです。子供は考えてますか？これもなんかいくつかいただいてたんですけど、なんかすいませんこんな話聞いちゃってみたいな、うん、全然なんか聞いてもらっていいんだけど、うん、考えてます考えてますっていうのもなんだけどまあでもなんか授かり物だから、本当に私たちがね欲しい欲しいと思ってさ、もちろん気持ちは伝えてるけど、もらえるものじゃないっていうかさ、うん、本当に授かり物だと思ってるんだけど、ラフに考えてる、そのフラットにというか、もちろんその自分たちの子供が授かれたら本当すごく幸せだよねって。だけどまあもし本当に仮に難しかったりとかしても、まあ2人で楽しもうみたいな、楽しもうぜみたいな、そういう感じぐらいがっつりっていうよりかは2人でいたいっていうのがもう本当ベースで結婚したから、もし続かれなかったなっていうことがある程度分かったら、私たちの中で世界一周しちゃうみたいな、そうだね、感じぐらい前向きな感じで考えてるね、うん、けどまあ授かれたらいいないつかはっていう感じで考えてます。はい、次、彼氏のことは大好きですが悪いとこばっか見てしまいます、どうしたらいいでしょうか。お、難しい質問でもないんだけど難しいね、それを思っちゃってる、その見ちゃうのは、でもそれは一番ダメだなって思っちゃう私は、うん、私も言っちゃう時とかあるのね、なんでこれこういう勇気嫌だなとか言っちゃう時とかあるんだけど、その時に思ったり自分の中でいつも思ってるのは、それ自分がそれが正しいって思ってることじゃん、10人十色でいいって思ってるのよ基本的には、うん、正解不正解なくって別々の道で生活をしてて、いろんな環境で育ってる中で価値観だったりとか違うのも当たり前じゃん、うん、だからそこのところで違う、違くないとかそれはないのかなって、基本的には、うん、ないのかなって思う。もちろんそれを人を傷つけることだったりとかそういうのとかだったらなんかこう悲しいからやらないでっていうことはあると思うんだけど、基本的なズレだったりとか、うん、悪いな、嫌だなって思うことってこう自分が正解って思っちゃうともうその全否定になっちゃうけど、育った環境の中で導いたその決断というかやってる行動だったりとかもするから全否定はダメなのかなって思う。もっとこう楽観的に見れたら自分も楽なんじゃないかなと思う。ストレスが増えちゃう、相手の悪いとこばっか見えちゃうと喧嘩も増えるじゃん、負の連鎖だなって私は思うのね。自分も多分あるんだと思うの基本的には。そう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 、私もダメな部分があったり相手にとっては違うんじゃないって思うことをあると思うのね。だからそれを言わないでくれたりしてる部分もあると思うから、みんな違ってみんないいねみたいな、彼氏さんのそこも含めてパーソナルな部分、うんうん、を一回こう受け入れて、でも嫌なところとかって見るんじゃなくて、あ、そういう
風な環境で育ったんだなとか、こういう性格なんだなっていうのを、うんうんうん、なんかこう一回受け入れてあげると楽になる気がする。そうだね、受け入れた上で合わなかったら別れるっていう選択肢なんだと思ってる私は。そうだね、直す直さないとか直させるとかっていうよりかは合う合わないだと思うのね。それを寄せられるか寄せられないかだと思ってる。そうそうそう、寄せることも必要だしね。うんうん、時には必要だと思う。だってもともとはそのね、彼氏さんを好きになった部分はあるから付き合ったわけだからね。うんうんうん、うん、そこを忘れないで、初心を忘れずに。そこだね、大事だね。好きなところがもともとあったはずなんだから、うんうん、そこをね、まあ、こう忘れずに。彼のことも嫌な気持ちになっちゃうこともあるかもしれないけど、それはシンプルに伝える。でプラスアルファ、もし彼の嫌なところが見つけちゃったら2個好きなところを見つければいいと思う。いいじゃんねえって感じです。はい、じゃあ次、最後の問題な…問題…また問題じゃん次、最後の質問になります。はい、お願いします。どのようにして夫婦になってもときめきを維持してますか？私たちの中で大切にしていることみたいなのもそうなんだけどね、当たり前は当たり前って思わないっていうことだよね。そうだね、結婚してるからといって、うん、隣にいるのが当たり前じゃないって思えば、うん、大切にできるし。そうだね、それが結構でかいかなって思います。と一緒にいるじゃん私たち、本当にね、リモートだったりもするから本当に毎日のように一緒にいるんだけど、空気のような感じになればなるほど自分の生活にさ入り込むから、相手が自然と、だからやってくれたことだったりとか、一緒にいる喜びだったりとか、一緒にご飯を食べることだったりとか、本当に細かいことだけど当たり前というか日課になっちゃうんだよね、うん、一緒にいられることが良くないね。そうなんだけど、ありがとうとか、こうやって入れるの幸せだなって、幸せを毎回毎回ちゃんと噛みしめたりすると、当たり前は当たり前じゃないって思うようになんかなるというか、それが新婚から続けることができればときめきだったりとかっていうのは継続できるんじゃないかなって、うん、思います。ある程度努力も大事だよねみたいな話はしたんだよね。うん、その結婚してマンネリ化っていうのか分かんないけど、そうならないように、うん、あんまり努力ってさ使わないように多分しがちなのかなとか思うんだけど、うんうんうん、逆に、うんうん、ときめくように努力しようみたいな。でも逆にそういう努力も意外と重要で、ちゃんとこう、うん、まあ、可愛いっていうのもすごい大事だと思うし、大好きだよとかっていうのも大事だと思うし、うん、そうだね、気持ちを伝えるとか、うん、ありがとうごめんねをすごい言うとか、可愛くいる、かっこよくいるとかもマンネリ化をしない一つの努力かなっていうのは、うん、私たち夫婦の中では話してってね。そうだね、うん、いい努力をしたいなって思ってて、うん、そこは意識するように生活してるね。はい、はい、いや本当にすごいたくさんいただいて、うん、私たちの Vlog 見てますって言ってくれたりとか、うん、すごいいっぱいいろんなね質問いただいてたんですけど、今回はね一旦このぐらい になります。また別のタイミングでね、そういうふうについてとか、また第2弾とか第3弾とかできたらいいなって思ってるので、はい、見てもらえたらなと思います。たくさん質問いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。